厳しい困難の中へと入っていきます。人々は懸命に努力をして何とかしようとしますが、時がこれからますます厳しい時代へと流れていきます。しかしあなた方は恐れてはいけません。その困難な時代の中にあって、この黙示録に入っていく時代の中にあって、私の言葉は常しえに変わることがない。その私の言葉によって生きなさい。私の言葉によって立ちなさい。私の言葉によって進みなさい。私の言葉はあなたを正しく導き、私の言葉はあなたを強め、私の言葉はあなたを祝福する年は仰せられます。その私の言葉に聞きなさい。人々の言葉は移ろっていきます。変わっていきます。しかし私の言葉は常しえに変わることはないと主は仰せられます。この新しい人生が始まると主は言われます。このあなたがキリストと共に歩むとき、このあなたのうちにこの新しい命が宿り、この光の中を歩むようになると主は言われます。この方と共に歩みなさい。この方と共に進んでいきなさいと主は言われます。私は決してあなたを捨てず離れない。あなたが私を忘れても私はあなたを忘れないと主は仰せられます。安心しなさい。私の手はあなたを握っている。あなたの手が私を離しても私はあなたを離さないと主は仰せられます。その神の手の中で、その神の愛の中であなたは生かされています。あなたはそのことを忘れてはいけません。安心しなさい。あなたの前に許されている困難、あなたの前に許されている問題、あなたは自分一人で戦っているように思っていますが、そうではない。私があなたと共にいる。その私に目を向け、心を向けなさい。あなたは私に向かって感謝をし、大胆に求め、すがるとき、私は喜んで私の手を伸ばし、奇跡を、恵みを、解決を与えていこうと主は仰せられます。大きな愛。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。おのにをおろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。
私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。私があなたと共に歩く。大きな大きな私があなたと共に歩こう。共に歩こう。恐れないで、恐れないで、恐れないで、私と共にやりなさい。私の愛は条件がないと称されます。あなたをそのままで受け入れ、あなたをそのままで愛している私の愛を思い出しなさい。私はあなたを訓練します。私はあなたを立て上げていきます。そのままであなたを愛して、私はあなたを育んでいきます。私はあなたの歩調に合わせて歩きます。慌てずに行きなさい。慌てると転びます。慌てるとつまずきます。慌てると怪我をします。人と競って急いではいけません。人と競って憎んではいけません。人と競って自分を見失ってはいけません。私と共に歩きなさい。どんなにゆっくりであっても私の手を握り歩きなさい。確実に確実にあなたは成長していきます。確実に確実にあなたは立て上げられていきます。遅く見えても私と共に歩むとき、それが実は一番早い確かな歩みであることを後の日にあなたは知るでしょう。私の愛は完全です。あなたに一番合った速度で私はあなたを導こう。人と競争することをやめ、私と共に歩きなさい。それはあなたにとって最善の歩み、そして最高の祝福への道です。私があなたを導こうと主は仰せられます。今あなたの目の前に置かれている課題、この課題を感謝して、忠実にそれを受け取り、その一つ一つ忠実に成していきなさいと言われます。それはあなたに祝福をもたらし、あなたを成長させ、あなたを強くすると主は言われます。こうでなければならないというあなたのある強い思いがあります。そしてこうでなければならないと思う、そうなるために真剣にあなたは祈り求めてきました。でもうまくいきません。こうでなければならないと思うふうに一生懸命祈るのですが、答えられないでもがいています。
愛する子よ、あなたはそのこうでなければならないというそのこと自体を私の手の中に捧げなさい。あなたの計画が壊れるとき、私の計画が始まり、あなたの思いがうまくいかないとき、そこから私の思いが始まります。あなたの思い通りいかないのは嬉しいことではありません。でもそれはもっと大きな私の思いが成就するための始まりなのです。あなたにとって面白くないことが実はもっと大きな祝福へのスタートであることを覚えなさい。だから感謝をして、だから喜んで、そこから出発しなさい。私は全てを働かせて益とする神、何一つ不可能のない神、その私に信頼して全てを感謝して進んでいきなさい。必ず祝福と勝利が現れてくると主は恐れます。それでは最後に、64番を大雨を降らせを賛美します。
キリストあなたを称える、この場所で礼拝捧げる、心から愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心から感謝をいたします。オンラインで礼拝しておられるお一人お一人を心から感謝をいたします。またあなたはすでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてくださって、私たちの信仰を強め引き上げ、命を与え、救いを与え、癒しを与え、勝利と祝福を豊かに表してください。語るものを十字架の塩で清め、精霊で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語れるように、この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼は例えを持って精霊がご自由に導いてください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。